エリさん、どうします？買い物できそうにないですけど。そうね、どうしましょう。何よ、私たちになんか用？翡翠学院高校の生徒でしょ？先生が探していたよ。私たちの学校の？エリさん、あいつじゃない？ほら、今年入ったばっかりの女の先生。ああ、比嘉先生ね。私たちを心配してくださっているのかしらね。どうします？ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。倉庫に行った時は確かに持ってたんだけど、鍵。そうですか。無事でよかったです。でも私のこと信用していないんでしょうかね。憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒とどう接すればいいのかわからなくて。私は一生懸命生徒のためを思っているつもりなんですけど、この仕事向いていないのかな。ごめんなさい、初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。いえ、私でよければまた相談に乗りますよ。ありがとうございます。さっき見つけたのは二人って言いましたよね。もう一人生徒がいるはずなんです。
探さないと。